広い心で小百合さんを受け入れようと発言させてください。小林くん、みんな家に遊びに行ったことがあるのは事実です。小林くん、でも僕と小百合さんは男女の関係じゃありません。証拠はありますか？小百合さんは相談に乗ってくれてたんです。どうすれば好きな人に気持ちを伝えれるか、彼女は真剣に考えてくれました。裁判官、これを見ていただけますか？事実上拝見します。僕はゲイです。写真の彼とはもう2年間付き合ってます。言ってくれればいいのに。